ウンベルト・ジョルダーノはイタリアのオペラ作曲家。南イタリアの町フォッチャ生まれ。父は薬剤師で家族の反対を押し切って音楽の道を志す。故郷で音楽の基礎教育を受けた後、13歳でナポリ音楽院に学ぶ。在学中実家の経済状態が悪化し、一時退学して地元のオペラ劇場でアルバイトをしながら、ここをしのぐが、 学校関係者の尽力で復学が叶い、1890年まで同音楽院にて作曲を学ぶ。この学生時代からの友人にフランチェスコ・チレアがいる。1890年、最初のオペラ、マリーナ・マリーナを学内の選抜試験のために作曲。同作を地元出版社尊蔵入社主催の一幕オペラコンテストに応募するも落選。 しかし彼の音楽に可能性を見出した尊蔵女社の講演を受けて第二作目堕落した生活マラビータの上演にこぎつけた。これは自分の結核が治るなら勝負を改心させてみせるという妊婦についてのベリーズモオペラで1892年にローマで上演された時戦場的な内容と激しい音楽が受け入れられず大失敗となり地元ナポリでは 街の恥だと観客が怒り、暴動騒ぎとなる。ジョルダーノは、次回作のオペラ、ディアス・ジョー、レジーナ・ディアズによって、もっとロマンティックな創作姿勢を取ろうとしたが、これもまた失敗作となり、わずか2回の上演で舞台から消えてしまい、尊蔵の社からの支援も打ち切りが決定、新規一点を図るべく、ジョルダーノは、同年のうちに、活動の拠点をミラノに移す。その後は、 ベリズムオペラの第一人者であるマスカーニやソンやーニ女、社と契約していた貴族出身作曲家、アルベルト・フランケッティの地遇を得、私生活でも結婚するなど幸運な時期を迎える。フランケッティはソンゾーニ女社に掛け合って、ジョルダーノへの支援を再開させてくれ、さらに作曲面では良い台本に恵まれていなかったジョルダーノに自分が作曲を依頼されていた台本の作曲権を 無症状としてくれた。好転してきた環境でジョルダーノは上渡された作品であるフランスの詩人アンドレ・シェニエの生涯に基づくオペラアンドレア・シェニエ、アンドレア・シェニに取り組み1896年初演。作曲家として初めての大成功を収める。現在に至るまで彼の代表作に挙げられるこの作品でジョルダーノは再びベリズム的な創作姿勢に立ち返った。 本作の上演にあたっては、マスカーニの支援もあったという。続く、第5作目の、フェドーラ・フェドラも成功し、今なお上演されている。その後の作品は、ベリズムオペラの影響から抜け出せず、第二次世界大戦後の1948年、過去の栄光の中で亡くなった、去年81歳。後年の作品はそれほど有名とは言えないが、時々疎遠されることがある。 フェドーラ以降のご反省での不審の要因として、アンドレア・シェニエ全曲版の解説を執筆した音楽評論家、高崎康夫は、ジョルダーノの音楽の特徴として、店調、それもかなり遠隔な調整への大胆な店調が挙げられ、店調はマスカーニに比較しても頻繁で、その特徴が音楽的興奮につながっていた。 そうした激しい音楽によって、劇場的興奮を生み出す才能において、ジョルダーノは確かにプッチーニに匹敵するほどの作曲家だったが、その音楽によって語られる、ドラマの実質がそれに伴わない場合、音楽の刺激と興奮はいたずらに空転してしまい、かえって抑制と気品の欠如が露呈されることになる。アンドレア・シェニエはそのドラマの激しさと、巧みな作り方のおかげで、 ジョルダーノの音楽の威力と魅力を十分に活かすことができた作品と言って良いという趣旨の分析を述べており、ベリズムオペラの影響から抜け出せなかったことのほか、ジョルダーノの作曲手法、戦律様式等にも限界があったのではないかとの見方を示している。ありがとうございます。